はい、皆さんこんばんは。池林秀子と池端秀幸と、今日のゲストは、はい、スパークルカラーの石井麻子がお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、まあ、やってることというのはパーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断を通じて、その方にお似合いになる服がどんな服なのかというのを見つける、まあ、そういったお仕事をさせていただいております。で、今ですね、ヒデさんがそうやっておっしゃってくださったのは、私はですね、服を選んで差し上げる、あるいは服を選べるようになることの目的が、おしゃれを楽しむことということよりも、私を生きるというですね、そういったなんていうか、こう生き方の変化のきっかけに、この服というものを使っていただきたいという思いがあって、どちらかというと、そのお客様の内面のあり方にフォーカスしたですね、ご提案というのを心がけて、ずっとやってきているというところがですね、ちょっと特徴かなというふうに自分で思っております。私のところにいらっしゃる方っていうのはね、なんか割とその人の顔色をすごくこう気にされるとかですね、うんうん、なんかこう自分がこういうあり方でいいのかどうか自信がないとかですね、そういうふうな、まあ、今時の言葉で言うと他人軸みたいなね、うん、感じの方っていうのが、何かこの生き方は違うんじゃないかっていうことをこうご自分で気づいて、でそれでいろいろ自分を変えていくっていうことをどういうふうにしたら実現できるかというのを調べている中で、まあ、私のブログを見つけていただいて、もしかしたら服の色が変わると自分も、新しいその自分軸という、ね、ものを見つけられるかもしれないというようなことでお越しいただく方が、ね、非常に多いのかなというふうに思っています、うん、でやっぱり、ね、いらした時っていうのはね、非常に皆さんも本当におとなしくて、ちょっとこう腰が低いと言ってはおかしいんだけれども、という印象の方が割と多かったですね。うん。で、これはね、誰でもそうなんですけどね、いわゆるその似合わないというか、まあ、とある色のグループというのを着るとですね、なんかそういうふうにしなくてはいけない自分であるっていうような顔の雰囲気になるんですね。うん、これは私もそうで、もう今でこそ私は似合う色しかもほぼクローゼットに入っていなくて、もう服ぐらいですね、もうあとはしょうがないからね、似合わない色が1枚だけ黒がありますけど、あとは完全全部似合う色なので、いつでも自分の色を着ると、自信がある感じになるし、まあ、自分というのはおかしいですけど、ちょっとこう優しい感じになるし、人として信用されやすい色というのね、まあ、それが似合う色なんですけども、ところがひとたびですね、まあよくある色ですけれども、ちょっと今、ね、私の背景にありますが、こういうね、ブルーベースのサマーと呼ばれるような、ね、グループですね、まあ、代表的な色としては、紺ですとか、あるいは薄い、まあ、水色とかですね、ピンクとかっていう色がある、そんな色をですね、もう当てようもんなんですね、もうなんというか存在が地味って感じですね、はい、になってしまって、そうすると何が起こるかっていうとね、鏡の中の、ね、自分を見たときに一言で言うと不安定な感じがしてくるんですね。で、なんかこう心配事が次々とこう心に浮かんできてですね、なんかそれをやりきれない自分みたいな感じが自分であるというふうに、こう何て言ったんだろう、刷り込まれてしまうというか、鏡を通じて自分はこういう人間であるというふうに間違った印象を、ね、教えられてしまうということが起こったりするんですね。で、それがもうお客様たちにも起こっていたりして、で、それを似合う色を見つけた瞬間に、ちょっと極端な言い方をするとですね、見たこともなかったような自分の顔がある。それはどんな顔かというと、自信があって、知性があって、かつ優しさがちゃんとあるというですね、そういうお顔になると。で、そうするとですね、まあ、立ち振る舞いが一気にこう変わってきて、よく言われるのはですね、ご紹介とかの場合ね、なんかちょっとこういつもこう人に対して少し怯えたような感じがあったのが全くなくなって、もう堂々とはつらつとしているようになられましたねというご紹介者のね、お言葉をいただいたり、私自身もお客様と診断後も何度も結構お会いする機会があるんですけども、フォローアップのね講座を通じまして、お会いするたんびにですね、もう出会った時のあの人かなっていうような感じに、もうどんどんね、女優さんのようなね、こうキラキラなね、オーラがね出てくるっていうね、まあ、そういう
ことがありますね。うん、でちょっとね、あの先ほど先生がおっしゃられた、その人間関係でも、やっぱり一番近い人間関係というのが、まあ、ご家族。で、もっと言うと、夫婦関係というのは、非常にあの、服の色によって、その、配偶者の印象っていうのは変わるわけなんですね。で、ちょっといつでもですね、自信がないとかですね、ちょっと、なんて言うんだろうな、弱いようなね、感じだとですね、なんとなく、その相手の方が攻撃をしやすい感じがする。で、これは、あの、もちろんその方の性格にもよるんだと、ね、あの、お相手の性格にもよると思うんだけれども、私は結構その人間というのはですね、なんかこう、ちょっと、意地悪なところがあると思っていて、うん、あの、弱っている人を、助けてあげたくなることもあるんだけれども、弱っていて反撃ができなくて、で、自分自身がイライラしているときに、いじめやすい人を見つけてしまうっていう心理ってある気がするんです。で、それが、特に配偶者様とかで、まあ、年齢とかがね、少しあの、自分よりも配偶者よりも下の場合とかだと、ちょっとこう、怒っても大丈夫って言って、なんかどん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 こう、ストレスの吐け口のようになってしまうというケースが、あるのかなと正直思っています、うん、で、それをですね、似合う色をした途端にきつくなるわけではなくて、堂々として自信があって朗らかな感じになるとね、意地悪ってしにくいんですね。どこかに影があると言いやすい。もちろんこれはその人が悪いのではなくて、言ってくる人が悪いってことはもう間違いなくそうなんだけれども、なんとなく当たりやすい雰囲気を醸し出してしまうというのはね、これはね、あるんですよね、やっぱりね。で、ただそれで反応してしまうかどうかは、その相手のね、人間性のね、あの、にもちょっとよるのかなというところあるんだけども。なんかそういった形で、いつも家で着ている服の色というのが、その方にとってどういうね、見せ方をしているのかによって、配偶者の方の態度というのが、すごく変わってくるっていうことはね、これはあることなんですよね。うん。そうですよね。だから僕、その今あさこさんのブログをずっと拝見しててね、いやー、すごくそれ読んだ瞬間にほっこりしたんですよね。あの、本人は分かってないけども、ずっと辛いと思うよね、やっぱりこう、一番近い人に責められたりとか怒られたりとか、でも何とかしたいっていう自分があって、それが自分の、身にまとう色とかメイクとかファッション、それをすることによって自分も楽しいだろうし、自分もハッピー、しかもそれが旦那さんからもそういうことがなくなったって言った瞬間にね、もうハッピーハッピーじゃないですか。で、そのブログの成果を聞いた時にね、これはもう麻子さんも分かってると思うけど、メイクの力もあるじゃないですか。もうメイクをこういう顔にしておいたら、自分もその顔を鏡で見た瞬間にやっぱり言動もね、変わってくるやろしね、まあ、そういう部分ではこの今の共通認識というかな、その美容の関係とか、もうそれこそ本当にコミュニケーションの向上のためにね、こういう美容、ファッション、色、もう全てこう取り入れてね、楽しみながら取り入れられるからやってほしいなって。普通にこうなんかこうコスメティックなイメージでちょっと軽々しく思ってる人多いんですよ、今でも日本人の方って。で、特にここで言うとあれやけど、社会的な地位っていうのがね、実はメイクアップアーティストってすごく低かったんですよ。メイクさんみたいな感じで、メイクさん後ろでちょっと待っとってみたいな感じで、控え室でメイクさんがこうフォローするみたいなね。で、今でこそこうやってだんだんこう社会的地位は上がってきましたけども、男性の美容師とか男性のアーティスト、メイクアーティストなんかもう分かるでしょ、すっごい白い目で見られたことがあった、何のおじさんそんなことやってんのみたいなね。今でこそですよ、ね、料理もそうだし、それからまあ何十年か経ってこういうふうな、まあ、時代が来ましたけどね。だからこそちょっとそういうのを、ちょっと最初から冒頭からすごく真面目になりましたけど、人間の最大の悩みって何だと思いますか、浅草さん。私それね、ヒデさんの、ね、メルマガかな、ブログかな、読ませていただいて、なんで、ちょっとね、もしかしてこれは聞いたかなと思って、これ使われたなと思いました。いや、なんでかっていうとね、あっち先答えを言ってもいいですか。あ、でも違ったかな、なんだっけ。全然言ってくれて、全然って、もうその。まず、あれ、健康ってありましたよね。健康ありますね。それから、あと、財力ってありましたよね。経済ね、はい、お金。経済ありましたよね。はい、あれ、あと、なんだっけ、あともう一個なんかありました。3つでしたよね、確か。人間関係ですね。あ、そう、人間関係。あ、そう。
そうそうそう。で、こんな網羅ピシッとできることを、まあ、ヒデさんだったら考えつかれるかもしれないけど、一般的に考えつかないから、これは使われたなと思いました。この網羅が。違う。違う。それはね、ちょっとね、あさこさん、その3つは、その3つはもう結構昔からずっと言われていて、まあまあ、大体、一番悩むことって人の悩みなんですよ。もちろん健康な時に一番悩むって人なんですよね。人に。ああ、そうか、そうですね。そう、人の悩み。人間関係。これ動物だったら、もう食べることだけ考えてたらいいし、将来のお金のことなんか全く考えてない。人間だけが持ってる悩みで一番多いのが、その人とのつながり。無人島で住んでないわけやからね、我々も。だからそういう人間関係の問題が、まあ、トラブルとすごく悩むんですよね。これは身内でもそうですよね。で、やっぱりお金というのはね、食べていく上で必要ですよね。で、もう一つが健康。健康が一番やっぱり大きいけどもね。っていうのは、これはまあ3つはあったんですよ。あ、もともとあった。もともとが。で、チャット GPT に投げかけた。この今現在社会の人間が悩みとしてることは何ですかっていうのを投げかけたら、ドゥルドゥルルって出てきたんですよ。さらにいや他にもないかなと思ってバーって聞いて、その答え見ます？見たいです。見たいですよね。これ多分ね、見たいと思うわ。みんな他に、僕まあ3つ、最大の3つって僕は分かってたんで、この3つの他にありますかって言った時に、自己実現と目標達成、アイデンティティと自己認識、あ、やっぱアイデンティティ出てきますね、うん、環境問題と社会的責任、気候変動とかも社会的不平等とかじゃ、ね、いろいろありますよね、問題がね、たくさん。でその問題にいろいろとこうニュース見ててもこっち側が逆にそれに悩まされるとか、まあ、勝手に悩むんやろね、これね。でやっぱりこの教育とキャリア、どんな教育、あの学問を追求し、どういうところに道へ進んだらいいかとか、いろいろとね。それと最近すごくあの時代がスピードが速くなってきたから、この時間の管理、日々の生活をどういうふうにして時間をコントロールするか、まあ、こういう時間管理の困難、これはストレスになり生活の全般に影響を及ぼすと。まあエイジングですね、エイジングと老後の生活、まあ、これはね、あの思い当たることはみんなあると思うんですよ。それはやっぱりね、いろいろと老後の問題とかってみんな言うけどね、僕はあんまり少ない方やけどね、これでもすごく悩んでる人多いですよね。で子育てですよね。で自己評価と自尊心、まあ自分の評価、自尊心、それから情報型、今ものすごい情報が入ってきてるから、こんなまあ AI を使っていろいろやってるけど、どんなふうにしてこの情報に渦まってしまうのかみたいなイメージもあるし、で死と死後の不可実、なんか今まあ、いろいろね、スピリチュアルな、まあいろんなことを心理学的な、哲学的なことでいろいろとね、あの言われてる人多いけども、まあ、このやっぱりそれを考えれば考えるほど寝れやんっていうね、悩み。それから意思決定と選択の困難、まあまあ、大きな選択をするとき誰でも、ね、悩みますね。家族に迷惑かかれへんかとか、まあ、他人に迷惑かかれへんかとかっていう考えて大きな決断をするときの悩み。それから自己表現と創造性で、今まさしくその、まあ、戦争問題ですね、政治的な混乱とか戦争、まあ、地震のことなんかでも悩んでる人も、悩むというか怖がってる、不安になってる、まあ、そういう言ってみればまあキリがないんですよね、この悩みがこれ出てきてね、っていうのをまあいろいろと見たんですよ。で人生の正しい答えっていうのをこの間言っちゃったから、ちょっとこれもちょっと先に聞いてたんですけど、人生における正しいという答えはって、まあ、それは人生における正しい答えはという、その問いが僕の問いが悪かったの、一概に答えられません。なぜならそれは大きく個々の価値観、環境、経験、目標に依存するから。しかし一般的に受け入れられている基本的なって、こうなった時にこう来るわけよね。なるほど面白い、ですよね。これ 見覚えありますかね。正しい、私が書いたやつ。自分の言葉はすごく分かる。ちょっとあのいいこと、あの、うん、メッセージの講演のキャッチコピーにしてくださいって入れて、それがあのいくつか出てきて、
今回のライブ配信するときなんかキャン人生のキャンバスとか書いてたでしょ、僕これまあいろいろ。なるほどなるほど、おお、なるほどなるほど。そこから撮ったんですよね。いやなんかね、あのなんでこういうちょっとテーマにしたかっていうとね、あのね、正しい答えをなんだろうって思う人が多すぎて、で、正しいっぽい答えを言っている人に本当になんて言うんだろうな、あの考えることを放棄して、なんかそれがすごい問題だなと思ったんですよ。でそもそもまさにあの今のねチャットでも書いてあったんだけど、正しい答えっていうのは実は本当一人一人違っていて、もうないと言っても等しくなくて、じゃあ何があるかっていうと、前もちょっと言ったのと同じかもしれない、正しいというか自分にとっての心地よい選択っていうのが絶対あるはずで、でそれは意外と自分では分からない。ただいろんな人の意見を聞いていくと、それは好きな考え方だなとか、それはあまり好きではない考え方だなとかっていう中で、こう自分自身の心の中にある自分で掴みきれていないものを人の言葉を通じて、なんていうかこう見つけていくっていうようなことのために人に聞くのは全然いいと思うんですけど、なんかねちょっとそういうことをあのなんていうかすごく最近の生きていくためには必要なんじゃないかなって思っています。なんか大きいんだけど、いや急にそういう哲学的ななんかすごい大きなテーマが今回降ってきたから、な何を喋ってくれるかなと思って、こういうこと話したいですよって言ってたけど、いやすごい話したく、そうなんですよね。なんかね、今のチャット GPT のもすごく見ていて、ああ、なんかなるほどと思うんだけれども、私ツイッターが結構好きで、ずっと眺めちゃうんですけど、まさに情報過多で、いろんなことが飛び込んでくるんですけど、なんかね、あの、人間が、高等になってる部分と、原始化してる部分とっていうのが、両方あって、で、なんかね、その人たちがそれぞれもう交わらない世界ができちゃってる気がしていて、だから、極端な、ちょっとね、ついこの間もすごく痛ましい、あの、銃の事件が日本でも信じられないこと発生してしまったんだけれども、あの、ツイッターとかでも結構その海外で、あの、カッとなってバンってこう殺してしまうというような画像がね、ショッキングな画像が、1日1回ぐらい流れてくるんですよ。で何が起こるのかなと思って見たら、死んじゃったっていう、なんかもうすごくショッキングなんだけど、あのそういう画像をこちらで拒否ができない、あの、なんていうんだろうな、多分そこまでのあれに引っかかってないんでしょうね、あの血とかは見えないから。でも人は遠くの方で倒れていて、あ、これ死んじゃったのかもしれないっていうことですね。で要するにその短絡的に人を殺めてしまうっていうことは昔からあったのかもしれないんだけど、でもこんな身近にそれを見てしまうっていうことってあんまりなかったっていうことにおいて、なんて言うんだろうな、なんかその、麻痺もしている気がするし。麻痺してる。麻痺してる。で、それがなんかその、原始の人にも悪いのかな、なんか幼稚化というのかな。で、なんかあとあの、ちょっとすごい、ね、些細なことかもしれないけど、岸田総理さんの息子さんが、なんかあの、ね、官邸で、なんか写真、変な写真を撮ったと。で、それをすごくやややと言っているんだけれども、なんかあの、そんな話を総理大臣にさせてる場合かということですよ。この戦争がね、もう今にも迫ってきていて、で、この間ね、G7 が、あのね、日本で、広島であの開催されて、まあ、あれがまあ政治的に成功だったのか、後にあまり意味のないあれだったのかってことは、もうこれは歴史が証明することなんだけれども、少なくとも逼迫してますよね。で、もう本当にそんなことをメディアが一生懸命総理大臣に聞いて、総理大臣もバカ臭いなって顔しながら話をしてますよね。あの、これバカ、まあ、そんなことどうでもいいじゃん、バカなのって言いたいんだろうなって思って。多分ね、だからもう誰かが言うてたやん、そんな話をファミレスでやってくださいと。いや、本当です、本当です。誰か言うてて、そのフォロワーがなんか拍手してたけども、芸能人が誰言うてたんかな、それ。で、まあ、そこにこう僕らも言うのもあれやけど、まあ、本当にね、まあ、これここでまた発信してるでしょ、僕が言うでしょ。言うたら言うたで、これまたこれね、変な話になったりする。ほんならまあ、
ことの中で、まあまあある種こう安全策で喋ろうという気になるわけですよね。だけどただね、今回ほらマスコミが、まあ、変な話すごいリスクを犯して生放送でずっとやってたわけでしょ。うん、やってましたね。日本のリスクの、うんうんうん、リスクコントロールの危機感何これっていう、うんうん、ずっと言われてるじゃない、うんうん、マスコミから、うん、言われてますね、周りからね、うんうん、あれも僕思ったんですよ。ほんまに平和ボケしとるなという感覚で、うんうんうん、もうとにかくこんな時に何が起こるかわからんって、うん、もう必死に僕らはちょっと大阪駅とか東京駅でもすごいやっぱりバリア張ってたから、うんうんうん、何も起こらんように起こらんようにってもうずっと僕は祈っとったんだけど、それを生放送してたらそんなそこにミサイル撃たれるとかもうそういうことあるでしょうと、うん、これ本当にその映画じゃないんやからし実際そういうことが現実起こってねと、もうそういう倫理的な話までこう理解できない人らが多いよね多分。まあこれもう視聴率取るとか注目あるからせなあかんとか、もうそういうところやと思うよ僕ね。いや本当ですね。上辺のそう、もう普通だったらこんなんしたらあかんことないよね。でさしたらあかんよね政治もマスコミ。いや普通に考えてあんなね空にバリケードが張れないわけで、そうそう、ヘリコプターで今ここを走ってますだっすね。そんなん一番怖いよねっていう感じ。ね、生放送が怖いですよね。次の瞬間いつ暗殺のね現場になってしまうかもわからないっていうね。そうそうそう、うん、だからまあ本当にまあ、僕はまあねこの配信をして別にその文句を言うわけじゃないけど、そういうちょっと考えていかないとダメなことはやっぱり、いや まだまだ僕ら小さいことを言ってるかわからんけど、大事なことだよっていうのはやっぱり倫理問題とか、この AI がすごい便利になってもやっぱり考えなあかん、自分で考えて出すとかそういうことはやっぱりしっかりとしてなあかんやろし、これによってデメリットって必ずあると思うよね。便利という代償の代わりには絶対豊かさと逆にデメリットありますよね。だからそこをそうならんようにやっぱり常に改善をする余地はあると思うので、それを考えるのが人間やと思うよね、うんうん、本当ですね、うん、いやでなんかそのね、なんて言うんだろうな、やっぱ二層化ってね収入だけじゃないと思ってるんですよ、うんうん、要するにその向上心を持ってなんて言ったんだろうな、不平不満を言う前に自分で目の前の行動を変えていこうっていう人たちと、もう不平不満しか言わなくて人のあらばっかり探して文句言ってる人たちってなんかね、だんだんねもうね交わらなくなってきてるんですよね。これ昔からなのかわからないけど、ツイッターとか見てるとすごくいろんな人が出てくるから、まあツイッターやってる人はそんなにね充実したってならないのかもしれないけど、私はすごく面白いと今見てはいるんだけど、多分この人たちの意見ってこの人たちが一生見ることはないんだろうな。で、たまにこういうふうにこう交差するのがそのマスメディアという、うん、ちょっとこう、なんて言ったらいいんだろうな。好奇心という名の、あと嫉妬という名のもとで、なんかこう、権力の傘を着て、絡みに行ってるような。だからなんかね、なんて言ったらいいんだろう。本当にこの先何十年かしたときに、一定の人は滅びるんじゃないかと思っちゃう。本当に。本当怖い。なんか。だからね、なんて言ったらいいの？覚醒しないと危ないなと思ってますよね。流されていくと。ついこの間ね、その話、どう思ってるかどうかわからんけど、僕もちょっと、ある本から入手した情報で言うと、やっぱり前頭葉っていうのがすごくやっぱ弱ってるって、日本人の前頭葉が弱ってる、うん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 、前頭葉弱ると共感力とか人の EQ 的なレベルがどんどん下がってまうんで、うん、IQ だけが高なっても結局知識が高なって答えを出したとしてもそれを解決するための人間力っていうのがないから、結局機械にもう何もう頼りすぎみたいな感じ。そういう部分でこの何て言うかな、かといって僕が何かできるんかって偉そうなこと言うなって言うんかも言われないと思うけど、でもね大事なそこやと思うよね。だから僕は常に今、僕今講座の中でもそう常にそれを大事にして言ってるのは、やっぱり子育てにしたって上司部下の関係、親子の関係、家族、さっき言った人間関係というものをもっと勉強するための機会というのを増やした方がいい。僕はもうそれがつくづく思ってて、うんうんうん、まあ、それが例えばメイクの
楽しいメイクっていう力を借りてやることが、ね、できて、まあ、色の力とかファッションの力、なんか今までだったらこう美容っていう軽々しいイメージじゃなくて、これが実際はすごくやっぱり自分という自己肯定感を高めるすごい最大の、まあ、自分のあの、なんて言うたらいいのこれは、まあ一つの手段っていうことなのかな、手段ではあってるよね。そう、だからそういう見方でやっぱりやってもらいたいなと思う。うん、いやね、今ね、まさにちょっと聞きしながら思ったのは、その人間力って、まあ金八先生みたいなこと言うと、あの人はね、人の間と書いて人間になるみたいな感じなんだ。金八先生、ね、金八先生みたいな。だけど今ねやっぱりあのお話を伺ってて思ったのは、やっぱりねメイクもね、あのファッションもね、自分をね、ないがしろにしないっていうところから始まるんですよね。うん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 、どう見られるかっていうことが、保守的な、まあ、あの人からね、どう見られるかっていう言葉は、なんか、まあ、自分を守るためっていうことであるんだけど、自分をね、直視して、自分がどんな顔をしていて、どんなふうな、なんていうんだろうな、見え方をしていて、あるいはどんな見せ方をしたらいいのかっていうために、自分という存在をないがしろにしないっていうのが、すごい大事だなと思って。ますね、うん、それができると結局コミュニケーション力が上がるってことだね、うん、相手からこういうふうに見られてるから自分を見られるようにしようっていう、そこがね、そうなんですよ、僕そこがすごく大事だと思ってて、まあ今のメイク業界のコスメティックなイメージで言うと、やっぱり他者より自分、自分さえ良ければいいみたいな、もちろんその考えでまず最初自分を可愛がって自分を愛したらいいんやけども、でもそのためには自分という嫌な部分も自分も全部見えなあかんわけよ。で自分というものを全て理解した上で、その中でいいところをどんどん伸ばしてあげる。で自分が嫌なって思ってるところを、まあ自分でまたそこもあのフォローするみたいな。でそれが全部分かってくると、今度まあ仕事で言うと、こういう自分のなんか変な話、ネガティブに見られそうな部分だけをしっかりと自分で理解してやっておけば戦いに出れるみたいなね、そういうところまで結局自分でできるわけですよ、戦略的に、うん、そうすると自信というものをついてくるやろうしっていうね、だからまずはやっぱり自分を知るって大事ね、私あの一番、まあ、一番初めでもないですけど、何回か、ね、そのメイクの、ね、講座をこういうお仕事させていただいてるから受けさせていただいたけど、ヒデさんの、ね、講座を受けさせていただいたとき、黄緑色の服を着て、動画にも、ね、はいはい、載せてさせていただいた、あの時がやっぱり一つ の, です、ね、自分の顔と向き合うターニングポイントだったんですね。ずっと今でこそなんかね、眉頭に割と実際の眉毛が乗るようになったんですけど、当時やっぱりこの眉頭だけがぴょこんって浮き出ちゃってて、そこに毛が生えているから、うん、どうしても眉毛を描いても、なんていうか、こう眉毛の上に一個のりがペコって貼り付いてるような感じに自分でなっちゃってたんですよね。今、眉頭、眉山のことやね。眉山ですね、はい。今はちょっとこう眉山ね、自然に割とつなげられるようになったんですけど、当時できなくて。で、それで結構思い切った提案で、ヒデさんがこの眉山をもし怖くなかったら、剃っちゃってもいいよって言われたときに、ファンデーションで隠してもいいよって言ってくださったのに、あ、じゃあ剃っちゃいますねって、ベッタとか剃っちゃった。したら、剃っちゃダメみたいな感じで、大胆だねって言ってくださった。でも、あのね、時にね、まさに今ちょっとお話を伺って、私ね、ずっと自分の中に、その眉毛のぴょこんって出たね、眉山が自分を格好悪くしてるっていうような、引っかかりがね、人と、会うときに常にちょっとコンプレックスであったんですよね。なんかその象徴っていうか、だから自分はどんなに一生懸命人並みにメイクをしても、なんかちょっと垢抜けきらないところっていうのが、へばりついていて、で、それが剥がせないんだっていう、なんて言うんだろうな。ちょっと極端に言うとしんどさみたいなものがいつもあったのが、剃、うん、っちゃったら、スルッて垢抜けたんですよ。スルッて。で、えと思って、剃っちゃったらなくなっちゃって、あーみたいな感じですよね。だからそしたらいつの間にかあんまりこだわらなくなって、でそのうちその眉山に合わせて、ね、ラインをだん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 こう調整ができるようになってきて、今ではなんか気づいたら割と、中身入ってるんだけども、私だからあの時の、ヒデさんが眉山剃っちゃおうかって、取っちゃおうかって言ったのがね、本当ブレイクスルーだと思ってます。合ってるかな言葉。合ってますよ、合ってますよ。
まあ、今言わ、ね、まあ、言っていただいたことがね、まあ、返信、まあ、印象がコロッと変わるところで、まあ、僕もいろんなところを変えてきたので、まあ、今の話をこれだけを切り取って聞いた人でいくと、いや、マイグラムなんかそったらあかんっていう、こういう意見もあるわけですよ。まあ、こんなん全部分かっててね、すべての、言われるところも全部分かってるんですね。で、どの視点に立つかによってどういうふうに対処したらいいかっていうのは、そのお客様の今言われたように、それが分かったんで、僕はそこをコンシーラーでまずやってくださいねって言ったん言ってです。くだそうさすると自分の新しい自分の印象が見えるんですよね。で、これがね、普通の一般の方はできないんでね。雑誌で見て、こんな女優さんのような顔になりたいけどもって、そんなできないんです、なかなか。顔が違うんで、骨格が違ったりとそうか、ですよ雰ね。囲気が違ったり。だから、その中でその自分の理想に近づけるような方向にメイクをするためには、まず一番ここが重要やなって思ったのがそこやったんですよ。まあ、朝子さんの場合は、毛がね、結構ボーボーで、ここへシュッとこう上上がっててね。こそっれがちはもうね、割顔と描きやすいってね、言ですわよれね。てて、ここはね、ボコって出て、本当に四角くへばりついてこういうるこみとたいになっだってたましんたもんですね。ね。こうなって、三、まそうさにね。そうでした。まあ、本当にね、そういう、いろんな眉は特にね、決め手は1ミリ美眉メイクっていうだけあって、眉の1ミリが変わると本当に顔の印象が変わるし、もう眉はね、印象を決定づける命の箇所です。もうそれは分かってると思うけどね。だから、だから、まあ、オンラインの中でもそういうちょっとアドバイスをさせてもらった時に、まあ、そうなったと。で、これが、まあ、一つの、新しいブレイクスルーをしたところなんやけど、これってメイクだけに限らず、色のこととかファッションのこととかで、コミュニケーションの、自分の、コミュニケーションの使う言葉遣いをどう変えるかによってどんどんブレイクスルーするんですよね。で、その成果が結局、その自分の人生の中の幸せ度がアップしていって、まあ、極端な話です。人間関係のストレスがなかったら、経済も病気も軽減されると僕は思ってるんですよ。病気なんかもうストレスからのほとんどが来るわけでって思ってるんですよね。お金もそうで、やっぱりいいご縁とか、自分が稼ぐ力なかったも、いいご縁をやっぱり、僕はそうやったんですよ。稼ぐ力なかった、ずっとボランティアで頑張ってた時に稼いでる人が応援してくれたわけですよね。だから、そういういいご縁をつなげていく力、これもコミュニケーションの力やと思うんで、まあ、自分のことを棚にあげてね、あれやけども、まあ、僕はほんまにその人に支えられて今があるんでね。まあ、その力っていうのはすごく大事やな。それがコミュニケーション力。でね、さっきヒデさんはちょっとメイクをファッションの、ね、一部として軽んじられている部分がっていうのがやっぱすごく引っかかって、本当に私もメイクをね、朝ね、するとね、もうその顔が好きなわけですよ、このメイクした顔が。で、そうするとやっぱ出ていきたくなるし、人と話すときも、なんて言うんだろう、自分に対して引け目を感じることなく、素でまっすぐに向かえるんだけど、この顔がどういうふうに見られてるんだろうとか、私はこんな顔なのにとかっていうふうに思ってしまったら、やっぱりね、それはね、全然コミュニケーションのね、質が変わると思うんですよ変わね。るですね。だから本当にもう、まあ、分かりやすく言うと、例えば歯が一本抜けてたらもう笑えなくなるし、マスクしてたら笑っててもそれが分からないし、笑ってなかったもいいわみたいになってまうでしょ。これすごくマスク生活やっと解けたけど、僕ものすごく危惧してて、だからここの下半身じゃないわ、顔の下半よく身言いね、ますよね、顔下の半話分ね、ね。下の半分はもうものすごくやっぱりそこの3年間で老化してるんですよ、みんな。表情筋が動いてないから。だからやっぱりコミュニケーション取る時はにっこり笑って、もうね、朝子さんも口角が上がるじゃん。もうそれがすごい素敵やん。だから、そういう、こういう自信を持って、こういう笑顔を作るためには、自分のメイクを大事にするとか、ファッションを大事にする、その積み重ねがどんどん人の形成に、人格の形成になって、人が寄ったり離れたりするわけですよ。ね、だから、さっきの一番最初の冒頭で、お客様が成果上がったって聞いて喜んだあったんだけど、
攻撃されるような人になられたら嫌でしょ、自分誰でもね。攻撃されなくて、やっぱり愛されるっていう風な自分を演出するように日々出していくためには、やっぱりメイクとか色の力とかもそんなもどんどん借りてね、やっぱり やらなあかんで、もったいないね。本当そうなんですよ。ほんま思ってるんですよ。本当、なんかね、あのね、お菓子じゃないんだ、主食だみたいな。あの、なんかわかりますかね。なんか、ね、メイクとかも、ちょっと時間があったらやりますわって。そうだって、ドーナツじゃないみたいな。そう。ね、なんか、そんな扱いにしないでほしいですよね。そう。そんなそうですよ。そうですね。あの、で、年齢いけばいくほど、うん、じゃもうメイクはめんどくさいし。でまあ、ここ聞いていただいてる方もそんなん分かってるよって、理想ばっか言わんとってって言われることはあると思うんで、僕はもう分かってって言いますよ、あえて言いますけど、やっぱり老健施設に回って70、80のおばあちゃんがね、めんどくさいって言ってメイクしなかったおばあちゃんがどんな気持ち、どんな風になっていくか、それからいや頑張ってずっとメイクしてた人がどんな風になってるかっていうのも全部僕差を見てきたんですよ、うん、だからやっぱり本当はいくつでも綺麗、いくつまでになっても綺麗にしたいんだけども、娘さんとか息子さんが老健施設に来なくなって寂しいから、もうどうでもええわって気持ちになって、女性のたしなみメイクというものをもうどうでもいいってなってるおばあちゃんで、片やいつ来てもいいようにしとこうって言ってやってるおばあちゃん、それはやっぱりもう全然若さ違うよね。うん、だから意地悪に見えてくるんですよ、そういうちょっと眉間にしわ寄ったりとか。いや、そうですね、それがコミュニケーションの力って僕いつも言ってて、それは若い人でも一緒なんですよ、若い人でも40代50代も一緒だから、その育成が70、80になってその人格がそこの最終的に出るって、僕は本でも書いてるんやけどね。だからやっぱりメイクをめんどくさいっていう風に、メイクだけじゃなくてめんどくさいっていうことが言葉に出たらもう認知症予備軍なんですよ。なるほど、うん、これ自分にもいつも言ってるのよ、めんどくさいって言ってしまったっていつも言う。もう常に私もでもことによってすごい言いますけど、めんどくさい、もうめんどくさい、これやってくれない、めんどくさい。でもそれってめんどくさい、めんどくさいっていうのは、うん、その言葉がこの潜在意識の中にあのもうめんどくさいもん、ね、めんどくさいもんやと思って、結局そのことがやれなくなってまうよね。例えばスマホをそんな説明書を読むのめんどくさいっておばあちゃん、うちのおばあちゃんなんかは言わないんやけど、教えて教えて言うんやけど、めんどくさいって終わってたらもう覚えようともせんよね。確かに、そういう、そう、ちょっと待ってね、コメントいただいてた。はい、ありがとうございます。まさみさんこんばんは、いつも見ていただいてありがとうございます。私も眉は自分の生えてる形を生かすしかないと思っていましたが、眉メイクを習って自由に変えれることが分かって、メイクはもっと楽しくなるし、ね、もうあの横浜、綺麗な方ですね、うん、あれですよ、神奈川県の認定講師になられた人ですよ。あの、そうですか、そう、わー綺麗な、あさこさんに紹介していたの、うん、静岡のさ、うん、よしこさんの、そう、はい、この間も一緒に会ってきたんです、この人。あー、そうですか、はい、あ、わー嬉しい。メイクをした自分の顔が好きという石井さん、分かります。私もメイクすると自信たっぷりで元気が出すね、うんうんうん。やっぱこれ大事ですよね。うん、こういうね。だからね、これが分からない人はね、やっぱりね、ちゃんと習った方がいいんですよね。だからなんか私もお伝えをしてるんだけども、なんかね、ちょっと私はね、事前にそのメイク道具ちょっと買う、あの全部買うものをお伝えをするんだけど、決して悪口ではないことなんだけど、手数としてはね、私最小限にしてるんですよ。メイク初級者用にしてるから。うんうん、でもやっぱり数で数えると、化粧水、乳液、下地、まあちょっと私リキッド使ってリキッドファンで、で、ココナパウダー、そのブラシ、で、眉毛の描くペンシル、で、眉毛ブラシ、眉毛パウダー、チークブラシ、ハイライト、まあ、ハイライトブラシは、ね、一緒でもいいとして、口紅、ベニフレってやったら14最低でます。って言われた時にね、そんなにいるんですかって言われちゃったときに、やっぱりなんかね、否定はできない、あのその気持ちをね、うん。でも、めっちゃ少ないですよ、これっていうね。15かな、16ぐらい。私のこんなメイク教えてる先生でもう、
チャラッつって終わるから広げて、多分日本で一番持ち物が少ないメイク講師だった。僕の後ろ見てくれたらこれもやったらすごいよ。それを見てなんかでもね、血の気が引くって感じですよね。あっちも絶対メイク講師とはもう絶対名乗らないですよ。もうあの本当に、ね、メイク習いに行きたいけど、なんかちょっとね、どういう先生か怖いなって人が、石井さんだったら教えてもらいたいっていう人のためにやりますみたいな感じで、ね、もうあの私がいい人だけですって感じに、ね、してますから。でもだから結局その数ですらもう気持ちがね引けちゃった時に、なんでしょうね、やっぱりやってもやらなくてもいいものって思ってるんですかね。うん、そうなんですね。まあ、これを言うとちょっとあれだけども、やっぱりメイクが上手になる人はね、こう思ってるんですよ。メイクの魔法の道具に出会うかどうかをって分かってるんですよ。だからプロのメイクアーティストの技術は一瞬ではできないよね。ちょっとやっぱり練習もしないと。だけど今まで使ってた同じような使ってるリップ一つを、もし朝子さんがこのリップ使ってみなって言って、その人に合うリップに変えるだけでいけた顔になるわけでしょ。全違う、うん、そういうことなんですよ。だから、一般の方々は僕がメイク道具を押し売りしてるように思ってると思わんといてほしいのは、子供なんで、僕らもいろんなものを使ってきて、あなた下地これぐらいのもの使ってみてくださいと、この下地使うだけでつるんとした肌できるよって言ってるわけですよ、ね、だけどそれを使っていくことによって一つでも二つでも、その時に今お金ない時はじゃあその下地なくなってからでいいからっていう新しいものにこう入れ替えていくとメイク上手になるんですよ、勝手に。そうですね、これはもう朝子さん分かるでしょ。僕一番最初に男でメイクの技術ないから、一番最初に何したかって、使ってないのにブラシ買ったんですよ。あ 5万ぐらいのブラシ。あだけどなんかもう形から入ろうと。でもう男やからもうなんか舐められる嫌みたいな感じでピシッと買って、でその時にちょっとアドバイスいただいた先生が、女性の方にメイクする時に意気込みっていうの見せやなあかんでしょ。広げる時に色物を使えなくても、使うものがあってもなかったもバーンと出してあげることがパリコネのモデルさんなんかはテンション上がるんですよ。それがサービスって言われたことずっとあるんですよ。だから使わないものがばっかりほとんど置いてる。だけどテンション上がるんですよ、そこ座った瞬間ね、後ろみたいなこんなとこほとんど使わないのこれねっていう話でやってるので、多分これは一般のお客さんもそうやと思うんですよ。1個2つ3つが10個になったら、朝どれ選ぼうかなってちょっとテンション上がるっていうね、選択肢が増えるわけでしょ。まあそういう、今日はちょっと真面目な話になってるね。いや面白い。まあ、ほんまね、今ね、ヒエさんの話聞いて思い出したことがあってですね、私ね、このお仕事する前ってほとんどメイクもしたことなかったし、まあ、メイクしたのはそもそもこの4年ぐらいのことなので、コロナに入った頃かな、本格的に習って、まあ、1回習って出してもらったことありましたけどね。で、要は何が言いたいかというと、一番初めにあなたもっと綺麗になれるわよって言ってくれた人が、ね、大阪 の、うんうん、お姉系の、そういう メイクというかね、やっぱ美容系の男の先生だったんです。うんうん、で、なんか朝子ちゃん悪くないんだけど姿勢が悪いって当時ね、こうやって首が前に出てたから、で、それだとね、堂々として見えないの、もっとこうやって立ってごらんなさいって、私すごい当時縮こまってたからこんな感じですか、だから首が前に出ちゃってる。それでメイクもねしてくれたんです。でそれで、あなたもいつかそういう風に人にねファッションを教えるときはメイクをするかもしれないじゃないって、私が書き方を教えてあげるって言ったときに、教わった方法がね、右手で書くときに左手をここに添えなさいって言って、なんていうかな、なんでそういうことをするかっていうと、こういうふうに書くと綺麗ですよね、こっちの左手が。で、こうやって眉毛を描いてあげると、されている方が、本当にプロの人に教わってるって感じがするじゃないって言われて、私その言葉ずっと覚えてたんですよ。で、この間メイク講座に、まあ、その2年半前ぐらいに習いに行ったときにね、普通にこうやってやったの。そしたら、若い綺麗なメイクのね、女の先生がね、キャハハハハって笑われたんですよ。やだ、何やってんの石井さん、何このポーズ、面白いとかって言われて、
こういうふうにしないんですかって言ったら、誰、何それみたいになって、でそれで、と思って、そしたら他の先生たちみんな手を別に下ろしてこうやって書いてて、なんか、何、これすごい面白いんだけどって言われたときに、なんかその、なんとも言えない気持ちになったんですよ。私はちょっとそれは、何もね、言わなかった。黙って、で、やめたんですよね。なんだけど、今のヒデさんの話を聞いたときに、多分ね、その方もね、ヒデさんと同い、今70ぐらいだから、もうちょっと上かな。うんうん、で大阪で本当新さんを舐めて成功され、今ちょっとまたねちょっといろいろご苦労されてるんだけど、うん、でもやっぱりその自分が人をきれいにするっていうことにすごいプライドがあった人だから、私今ねなんかねすごいその方に教わったことが今ヒデさんの言葉を聞いてブツってつながって、やっぱりその方のことを私は敬意を払ってるし、うんうんうん、すごく尊敬をしていたから、あやっぱそのこれはそれだったんだなっていうのね、いっぱい5万円の筆を揃えて形から入るっていうなんかその心意気みたいなものを教えてくださってたんだなっていうのはね、今なんかね、あれ何年だ、2016年のことですよ、その方にお会いしたのがね。いやいい話をお聞きしましたね。なんかそういうことですよね、ちょっと近いですよね、そのどう見せるかっていうね、うん、これもそう、まあいろんなやり方がありますね、添えてってやるし、うんうんうん、で、うんうんうん、まあモデルさんの手を、うんうん、もごめんなさい、お顔の皮膚をどういうふうにテンションっていうんだけど、テンションをどうかけるかっていうのと同時に、脇を締めるのはなぜかっていうと、微妙なタッチをするときに繊細にタッチがしやすいっていうのと、これね脇ね、はい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 、でリップを描くときはこういうふうにしてここに置くわけですよ、ここに。大体だから片手でやってる人は安定感ないはずなんですよ。それをかっこいいと思ってるんですよ、みんな。でも普通に本当に何回も、もうそれこそね、何十人もやってたらもう手痛なってくるから、だから添え手を使って安定させるように書くんですよ。腰を使って体を使っているわけですよ。そうやって でその時もちゃんと姿勢を猫背にならないようにそうそうグッと最後まで姿勢を保ったまま書くのよって教わってたんですね。でないと一人や二人はできるけども、このほんとこっち側は僕背骨骨も曲がってるけど、そういうことですか。それぐらいもうすごいやっぱり角度つくんでね。だから近づく時もお客様に近づく時も最低限70センチぐらい上げましょうっていうのは何でかって、もう若い方だったらずっとこうガン見せに行くんで、そうするとね、お客さんのバランスがね、見えない。そう、うん、お客さんのなんていうかな、そのバリアゾーンってあるじゃない、あパーソナルスペースみたいな、パーソナルスペースみたいな、うん、そこを入っていくらプロといえども入ったらあかんから、透明にしてこう書くわけですよ。あそう、こうやって書いてって言われた、なるほど、あよかった、安定、あそっか、そう今よかったね、そうそれやって笑われたって言ってたけども、 そんなの全然何言ってんのって言ったったらよかったんですよ。いやなんかね、いやでもね今ねすごいそれで私結構小さく傷ついたんですよ。いやその先生の思いがすごい大事なものでもあったから、うん、なんかそれを笑われたような気がして、なんか言い返せなかった、何が正しいかわからないから ね、うん、でもなんかあよかった、すごい今日これを聞けたっていうのすごい良かったです。なんか今日はほんまに真面目な話ずっとやるけど、でもこれ本音やからいいよね。まあ、何かね、そう、美容のことでね、やっぱり、まあ、メイクアーティストの人も聞いてるやろし、全て正しいとは言いませんけども、まあ、やっぱりそれなりに考えを持ってやってるっていうことですよね。まあ、それはもうまあね、年齢はあれやけど、いや、うん、まあ。やっぱりね、なんかそのね、考えを持ってやってるっていうね、ことってね、意外とこう、見る機会がないっていうかね、うんうん、私も気をつけないんだけど、その伝えることっていうのは、お客様に向けて伝えることっていうのは伝えます。でも、その裏にある、こちらのバック側のことってあんまり言うことがなくて、うんうんうん、でも今の話とか、そういうのをこう聞かせていただくと、すごいなんかこう勉強にもなるし、うんうん、なんていうんだ、元気が出ますよね、そこにね、すごくね。ああ。だから僕も尊敬してる小林照子先生、ね、御年もう年齢は80代ですけども、その、ね、美容の母と言われる先生もね、いつも言われることは、とにかく自分の顔を大事に慈しむ、
この慈しむ作業がスキンケアであったりメイクであったりっていうことなんで、その時間を大事にすることは本当にその人生において一番大事なことやって、特に女性においてはこの鏡見てやるじゃん。まあ男でもやりますよ、僕も。最近、大事、大事ですよ。さっきもちょっと眉描いたんやけど、これでもちょっといね。や、いや、ね、当たり前ですけど、眉毛お上手だなと思って見てましたよ、い視やいやい線やいや、が。そう思うでしょ？これ取ったらもうすごいですよ。白髪半分ですからね。で、それをこうブラッシングしいやいや、て、ちゃそうんそうとですよね。コーティングして描いて、この全部して、小林照子先生もヒデさんのおかげで存在をね、知ることができたんですけど、あんなになんかこう、いつ見てもこう、カラッとして明るくて、で、人に対してこう、押し付けのない、私、神様って軽いと思ってるんですよ。晴れの日っていうとかね、じめっとしてるのが良くないみたいな逆で、カラッとして、方を見るとね、お写真とかでもあるじゃないですか、こうたまに。ね、皆さんで集まり、あの写真を見るだけでも、なんか、すごい存在感の方だなと思ってね。そうなんですよ、本当に。今度また6月にまたお会いしに行くんです、東そう京でですね。か。そじゃあ、う、クラブハウスで一回ね、ごめんなさい。全然、はいはい。なんかお話を、たくさんの女性たちの前でされてるお話をちょっと私も一緒に聞かせていただいたことがあって、すごく凛としてるけど、言うこと具体的でおられて、それで優しくて置いてくような言い方するんですよね。なんかこう、押し付けんじゃなくて、いい、好きな言葉があったら持ってってみたいな感じの。そうやね。いや、本当に、それこそコミュニケーション力すごいですよね。若い方々には若い方々に言葉をチェンジして変えて、で、上目線で全く言わず、そしてなんかこう友達のように接してくれるみたいな、そういうのを聞いたと、ね、聞いたとし、あとには今度大人のこういうなんか会でシビアなことをパッて言う時に、あ、ちょっと今これはかなりクールな言い方されてるな、で、その後にスッとこうコミュニケーションを解くみたいな、なんか和ますみたいな、このなんていうかな、大事なことを決める時にはパシッと意見するんだ緩け急ど、っていうね、そう、言う緩急をつけね。て、この時間の配分なんかも、まあ僕もいろいろとね、理事会とかで勉強させてもらうんやけども、まあ、それこそ本当に女性バージョンのメンターみたいな、こんな人に、まあ僕88、90ぐらいまでこうやってやりたいなって、こうやってっていうのは、そのいつもねお会いするから、まだこうやってされるからね、メイクでね、そうしたいなっていう願望ありますよね。私もそれで目標、目標がそういうのあるっていう、嬉しいよね、ありがたいよね。ちょっとね、偶然そういう話を、なんかもしね、時間がちょっとあったらしようかなと思って、させていやたっだてくこうださかない。と思って、私もね、あんまり私、人に憧れるってことがちょっとないんですよ。おごり高ぶった人間、あ、違う、そうではないんだけど、まあいいけど、いいけど、いいけど。あんまりね、なんか、尊敬する人の誰ですかって聞かれるのに、あと、一番嫌いな質問が誰みたいになりたいですかって。私は私でしかなりたくないっつって、終わっちゃうんだけど。で、ただね、いいなと思うところがある方っていうのはすごくたくさんいて、で、なんかね、いつも嬉しそうな人っていうのを見つけたんですよね。で、その方はお会いしたこともないし、直接やり取りしたこともほとんどない女性の、ね、やっぱり、もう60歳ぐらいの方なんですけど、なんかその神様とね、つながるとかって書いてやってる方なんです。なんかね、いつ見てもお写真がね、嬉しそうな、とっても嬉しそうなので、これすごい大事なことだなと思って、楽しいというかね、嬉しい。なんかすべてのことが、ああ、嬉しいって、いつも言ってんだろうなって感じで、これはね、大事だねと思って、で、そういう人を知ると、なんかその、ふと自分がどういうふうになんかなろうかと思った時に、あ、嬉しそうにしてたらいいみたいなね。すごくこう、なんとか見習わせていただいてますよね。そうですよね。いや、でも嬉しそうというか、もう、僕はもういつもこの口角クッと上がって、いつもこう喋って、これで。このファッションをこう自撮りする時のエレベーターの前で、あ、はい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 。ね、写真も見させてもらいますけどね。ありがとうございます。いやいや、そう本当そうそう。にいやつっぱりもね、ハッピーで。あれも面白くてね、口角が下がって映ることも当然あるんですよね。で、見るとね、もう、
なんていうか写真全体がね雰囲気がドーンって暗くなるんですよ、うん、暗くなりますよね、うん、ちょっとだけ本当に効果こうこれぐらいちょっと上げるぐらいなんですけど、これぐらいかこれぐらいかでも全然その絵面がね変わってくるのでね、今度なんか没収上げるとちょっと私の好感度が落ちそうだからですけどいっぱい没出してますからね、そ全然ちょっとしたことで違うっていうのをすごく感じますね、うんうん、まあね、それがあの石井麻子さんの没収もね、すべてね、あのいいところも悪いところも全部出してるところがまたそれが魅力だね。いやいや、あの僕よくあの自分の仲間中にもあの仲間っていうかな、そのインスタとかやってる人らにも言うんやけども、うん、あの仕事ばっかりの写真ばっかり同じようにこうひな形みたいにやってる方多いでしょ今、うん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 、そしたら逆にそういうところからその人柄が見えなくなってしまう。あ、確かに確かに、うん、どうせならあなたに学びたいとか、どうせならあなたの商品買いたいっていう人柄をしっかりと出した方が僕はいいと思ってる派なんで、だから僕のインスタもフェイスブックもごちゃごちゃはしてますよね。でもこうやってライブ配信しますっていう時はこうやって告知はしますけど、それ以外は食べネタもあるし、ね、奥さんと一緒に旅行行ったりするのも出すしみたいな、まあそれはそれでね、やっぱりこうどういう人やってことを知ってもらうためには、ね、安心すると思うんですよ、もし初めて来られる人は ね、本当ですね、うん、これはもう大事かなって僕は勝手に思って喋りました、うん、ということで、なんかあっという間の1時間来ましたけど、もう1時間早いね、はいはい、どうですか、あとなんか言い残したことはないですか、うん、あれば言い残したことがねやっぱあるとするならね、やっぱりあれですね、あのもうね本音を言った方がいいで、うん、本音を言って嫌われたら嫌われた方がねいいっていうことに最近気づいたんですよ、うんうん、あのやっぱり嫌われないように生きているし生きてきましたし、で好かれる言動をするとちゃんと好かれるんですよ、当たり前だけど、ね、ところがね好かれる言動を無理して取って好かれてもね全然嬉しくないってことに気づい、うん、何十年もかけてで嫌われる言動をして嫌われたらあもう嫌じゃないっていうことに気づいた。であとやっぱりあの今ヒデさんおっしゃったようにね、もう本音じゃないとつまんないんですよね。もう人生の無駄。うん、つまんない。うん。うん、なんかちょっとこの間もあのね、今日話したいことになんかテレビのことなんて書いたんだけども、うん、なんかテレビでも、もうテレビが見せたい番組は本当に見る価値がない。もうこういうふうにしたら面白いだろうみたいになってるから。だけど、先ほど見たその生放送とかでもう流しちゃうとかね。あとなんかあえてそのもう本音をカットしないで流す覚悟みたいなのがあって流しちゃう番組とかね。ああいうのはもう本当に面白いと思うし、予想ができないからね。うん。そうですね、だからそういうのだけ やったらいいと思う。人生でやってたらいいと思う。でもすごいそれが言いたかったです。はい。本当本当、あの、ね、今日、もうな、麻子さん。お若いのにな、なんかなちょっと近いぐらいの感覚よな。ありがとうございます。でもどうでしょうかね。でも40今年5歳になりますけどね。あ、そうか。じゃあまあもうアラフィフになりますね、もうすぐ。アラフィフやな。そっか。まあ年齢のことはね、単なる数字やから、うんうんうん、まあどうってことはないんやけども、まあそれなりに、ね、なんか。年齢を重ねてきたことによって急に分かることがあります。あのずっと分かんなかったのに、ね、あっっていうね、うん、まあ、あの今回は自分の中の正しさっていうのが、ね、うんうん、正しいとは何かっていうのをね出すっていうちょっとまとめに入るけども、まあ、正しさっていうのは他人にはないってことなんです。他人の外にはない。正しさは全部自分の中にあるって。まあそれはあの別に AI で聞いても多分同じこと来ると思いますよやけど AI に聞いてないよ、これはもう僕の思うことで。正しさは自分が決めていくことであって、でかといって正しさって一生見つからないもんやと思って生きた方がいいっていうこと。その正しさに自分が近づいていくように、道を外れないように正しく生きるみたいな、僕はもうそんな感覚で生きております。で修正をすることは必要だと思います。僕もこれは正しいと思って若い時は思ってやってたのに、絶対僕のいいこと聞いといたらいいって言ってたのに、全然間違ってることを教えたりとかいうこともやっぱありました。それは若かったんやなって思って、その時言ってた自分に反省をし、周りにごめんなさいねっては言いますけど、でもそういう時もあっていいと思うよね。あの麻子さん思えへん、その自分の
知見がまだまだ狭いうちはこの中でものを考えて一生懸命やっててこれが正しいみんなこれついてこいって言ってこうリーダーシップを出してやってた時に知見が広がった瞬間にあんなこと言うてたやなってなるよね、うんうん、でそういうことって結構こう繰り返しずっと人生の中であってでしかも今ものすごい価値観がこう多様性があって僕の中ではこんな価値観大事と思っててもあそれ古い価値観だねって言われたら例えば奥さんに言われたらあそうなんこれ古いんやはいごめんなさいってちょっと聞く素直さも必要やしだけど譲れない価値観はこのまま死ぬまで持っとこうみたいなねそういうちょっと分けながらちょっと僕は修正して勉強になりますうん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 、うんうん、そんな感じに思っております、はい、どうでしょう、うん、いややっぱねこういう話がねやっぱり同世代のまあやっぱ一緒ですよね。まだどっちかっていうと、うん、どうだ今出せるようにやっとなった世代かもしれなくて、うん、もう本当はちょっと盲目的に見つけたみたいな。みんなにしてほしいっていう今一番ピークかもしれなくて、多分その10年後ぐらいに、あーっていう時が来るのかなって思って、うん、でもね、それが修正がね、できるってことが大事なんであって、近づいていけばいいっていうのはすごく、やっぱりあれですよ、まあ、年長といってはね、あれが。でもいいですね。もう完璧、ね、ですもん。完璧。そのね、年齢を重ねられた方の言葉だし、すごく励みになるし、ありがたい言葉ですね。うん。うん、言葉です。あ、まあかと言いながら結構頑固やから、うんうんうん、今ええように言ったけども、まあ自分はここって曲げない自分の部分あるんですよ、うんうんうん。素直に聞いてるつもりやけど、うんうんうん、聞いてなくて。いやでもそれはそうだ。あるんですよ。そうじゃなかったら自衛できないじゃないですか。もうそれ。そうそう。それはもう、そういうこと、ね、自分の仕事のね、うん、軸は常に自分が持ってるわけだから。うんうん、ね。まあそういうことですよね。ああ面白かった。面白かったです。ありがとうございました。まさみさん本音が一番自分らしい自分を好きになってもらえた、ね。そうそうそう。本当本当。うん。そう思います。あさこさんから。ね、最後に締めでちょっともう一言だけ言って終わりましょうかね。まだ言いますか。ね、ここでまだ眉毛は大事です。ヒデさんがさっきおっしゃったけど、私もねこれ眉毛ね今落としちゃいましょうか。最後だから、ね、ちょっと全然違う。いやなんかね、皆さん、多分ヒデさんのご関係の方だからメイクできる人かな。眉毛ね、ほんとね、そんな全然違う眉毛ですよ。ティッシュでそんなコスト。あ、そうか。こういうとこはし、まあ、なんか半分素人みたいな、ね、皮膚が怒られてしまう。皮膚が。こんなですよ。だからまあでも時間がないから。そうなんよね。ここ上パッと上がるよね。全然違いますよね。今かなりそっちほら抜けてるし、うんうん。これが先ほどの綺麗な、ちょっと思い出してください。もう記憶の眉毛になっちゃったけど。になるぐらいなのでね。まあ本当にでもそれぐらい、これしか自分で、ね、できない人が、まあこういう感じのね眉毛がやっぱ描けるようになるっていうことで、外にねやっぱ出れるようになるっていうことはすごい、うん、これは本当にすごいことなので、なんか急に説得力なくなっちゃうよ。コミュニケーションがやばい。ちょっとここを隠しとこう。じゃこれで失礼しましょうか、そろそろ。ということで、まあ皆さん、はい、今日の漫談会はいかがであったでしょうか。最後の最後に、ね、ダメだ、撮っていただきましたけど、大事なものを撮ってしまいました。まあでもそれほどちょっと恥ずかしくなるってことなんですよ。これ今肩、ね、肩と取っただけでも。もう雨離せなくなりますね。なるよね。うんうん。パジャマみたいになった気持ちで。本当不思議なんでね。こうしてる方がマシですね。かなり不自然ですが。はい。いや、本当ですよね。眉毛大事ですね。大事ということが分かっていただけたと思います。はい。ということで、今日はこの辺で終わらせていただきましょうか。はい、ね、また皆さん、日本女性を元気にする会、まあ、不定期ではございますけど、こんな感じでね、ライブ配信させていただきますので、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。皆さん。ありがとうございました。はい、皆さん、また。またね、お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。失礼します。失礼します。